古瀬真美さんですけれども、毎回ですね、山本学校で大使に対して、まあ、私たちの尊敬をね、で感謝の意味を込めてですね、聞いていただいて、まあ、イラク大使宛てに、まあ感謝の気持ちを込めて歌っていただきます。ありがとうございます、いつも。これ、出てるはずよね。上の方か、もっと上の方です。もっと上。もっと上。あ、その辺だな。あ、もっと上。あれ入ってなかった？あ、これ、ごめん。入ってないわ。すいません。いいです。じゃあ、お願いします。ごめんなさい。今日は中国地方の子守唄を聴きいただきたいと思いますけれども、ちょっとしんみりと。
China, of course, but when we are facing the difficult times like a war or trouble or natural casualties, we simply, in ancient times, listen to the melody of the heart and to calm down our own heart. So when I was abroad and tackling with difficult business, sometimes I almost wish to kill myself. But such a time, all the time I take, put on the tape, the koto heart, and then I calm down, take my easy. So that is the rhythm of my memory.琴の音というものを、それから尺八もそうですし、しかし三味線もそうですけれども、やっぱり日本のリズムというのが非常にね、いいものがあって、私は海外行って発表の基礎になるんですね、いつも仕事がうまくいかなかったり、そういう時に、私は宮城道夫さんのハーモニーとか、テープを一本持って行って、よく聞いてたんですね。でも折れそうになるところの時に、それを聞くと、なんとなくこう、ふつふつとね、また蘇ってくるような、闘志が湧き上がってですね、それで7曲を随分乗り越えたことがあるんですね。1975年から多分19年、夏ぐらいなんですかね。海外多分50曲ぐらい行ってるんですけども、本当に一人でやってると、もう心折れちゃいますよね。もう絶望したりなんかしてしまう。そういう時に大事なのが、やっぱりこういうことを出会ったり、シャルセンであったりするんですね。だからそういうもので、心を癒しながら、会社も参加していくと。だ文化の変わりということもあるけれども、やっぱり日本の流れてる、その中に流れてるものがあってですね、生きてよと、まだしっかりね、何も考えずに琴の音を聞こうよって、こういうふうなことですよね。そういうことで自分自身を取り戻していく。でこれは非常に効果があるので、もし皆さんがですね、デッドロックっていうか、なんか南極に当たったというような音楽を聴いたりね、やっぱり新藤さんの歌を聴いたりですね、そうすると、なんかこう落ち着いて自分を取り戻せると思います。で、実は新藤さんがですね、大工の、ね、教えてくれるということで、この間第1回やったんですけども、また次回、2月28日やるのかな、28日だよね。で、これ、この私の中に書いて、下の方に書いてありますので、ぜひ参加してください。参加したい人、手を挙げて。全員手を挙げるように。全員手、参加絶対しないってやつが手を挙げて。ああ、全員だ、お願いします。というところで、やっぱりみんなで盛り上がっていく、で特に太鼓を歌う一緒に歌うとですね、中身意識が出てくるし、音楽と全く関係なかった人生が、なんかこう歌に歌うことになってですね、自分もそういう道になるんだという喜びになります。ということで、参加していただきたいなと思います。ジコさんも参加してね、はい、参加してください。お願いします。じゃあ、そろそろ大使にお願いします。